こんにちは、大谷陽子です。私、明日から、ツールド山口湾に、行く予定です。ゲスト参加させていただくんですが、明日の早朝から、移動をするので、これから、持っていく荷物ですね、自転車含め荷物の準備をしていきたいと思っています。でですね、荷物の準備なんですけれども、普段自転車とさらに旅行の支度をすると、結構何を持ってったらいいのかなとか、入れてから あれ忘れてなかったっけとか、いろいろとこう頭の中がごちゃごちゃしてしまって、こう荷物の整理時間がかかってしまったりとか、忘れ物の不安をこう持ってしまうっていう方は、いらっしゃるんじゃないかなと思っております。というか私がそうなんですけれども、私も結構ゲストでいろんなところに行かせていただくことが多いので、結構旅をするんですね、自転車を持って。なので、今回は自転車を持って行く旅の時に忘れない、さらに、無駄なものを持ちすぎない荷物の用意の仕方を、ご紹介していきたいと思います。はい。明日から移動ということで、ただいまの時刻夜の9時です。明日も早朝出ますので、これから支度を始めていきたいと思います。でですね、私の支度の仕方なんですが、まずはスペースを用意します。はい。他の荷物と混ざることのない、まあ、開けたスペースをまずは用意して、ここからスタートをしていきます。はい。では始めていきたいと思います。はい。まずは、明日持っていくための荷物を入れる袋を用意します。今回は飛行機輪行をしますので、こちらの OS500 のですね、自転車を入れる飛行機輪行用の袋と、あとは、いつものバックパックを用意しました。この中に荷物を入れていきます。でもまだ入れません。とりあえず袋を用意しました。普段私は、輪行することが多いので、自転車も一緒に持っているので、両手が空くようにバックパックを使っています。ここから荷物の準備を始めていきます。で、床にウェアとかをこう並べていくのに抵抗があるよっていう方は、私の場合はヨガマットを用意しています。このヨガマットをジャーンと引いて、この上に荷物を用意していきたいと思います。はい。先にバイク入れちゃいます。これを忘れやすいので、クイックリリース、これは忘れずに入れておきます。私の場合はですね、バイクのサイズが小さいっていうことと、まあ、ゲストで伺うので、まあ、ちょっとバタバタ、あまりこう準備で時間を取られたくないっていうことと、いろいろ自己責任っていうところで、まあ、バイクのサイズの問題でしょうね。ディレイラーを外したりとか、ハンドルを外したりとか、サドルを下げたりとか特にはしていません。しなくてもまあギリギリ入るっていう感じですね。まあ、気になる方はそのあたり外して、外すときに使った工具のセットで忘れないように入れておきます。はい。3点セットですね。ヘルメット、シューズ、アイウェア、この3点セットです。これは、忘れるとですね、結構大変ですね。なかなか代わりを見つけるのも、難しいかなというところで、この3点セットはバイクとセットというふうに覚えています。常に必須です。はい。で、さらに、自転車に関連するものを横に並べました。まずはバックパックですね。これは私撮影用に使ったりとか、まあ、ライト中も使ったりします。まあ、GoPro のマウントがついてます。隣にウェアを並べています。まずは大きいものですね。ロングのタイツ、ハーフパンツ、上で、さらに、インナーとかソックスとか、アームカバー、あとはグローブなどなどを並べています。ここにまとめて1セットですね。でさらに隣に、普段着ですね。こっちは自転車系で、こっちに行くほど、普段の旅行のアイテムになっていきます。こっち側に、あとは GoPro ですね、撮影系のものを置いています。今充電中っていう感じですね。でさらに追加をしました。明日持っていく小さいポーチですね。お財布とか、あとは明日のチケットとかもろもろ持っています。今のところこんな感じでずらーっと並べてみました。自転車系のアイテムはまあ大体全部揃いましたね。あとはライトとかかな。今回はサイコンは持っていかないので、あとライトを用意します。で、こっちの普段着ももう OK ですね。でこっちの小物に関しては、まだ充電コードなどなどが入れられない状態です。で
あとはですね、洗面用具ですね、明日持っていくもので、まだ入れられないっていうものもあるので、ちょっとこっちのエリアはまだ保留です。で、今回なんですが、自転車に関係のあるものは基本的にはこの OS500 に入れちゃいたいと思っています。本当は、当日朝まで確認して入れられるとさらに安心感を増すんですが、明日の朝4時台に出なくてはいけないので、今回はもうできたものから入れていきたいなと思います。はい、写真を撮りながらどんどん進んでしまいました。自転車関係のものは、それぞれ、袋にまとめました。ヘルメットとかも袋に入れてます。で、まとめたものをですね、さらに45リットルの、ポリ袋に入れています。なんでかっていうと、チェーンとかに触れて汚れてしまうっていうのと、細かいものがいっぱい入ってるとガチャガチャ動いてしまうので、このように袋にまとめて、で、例えばフレームに当たりそうなところはウェアにしたりとか、あとはメットとか、それぞれフレームに当たりたくないなっていうものはちょっと外側に入れたりとかっていう風に工夫をしています。で、これで自転車アイテムは終了です。はい、洗面用具はこんな感じです。もう使わないものは、あと水っぽいものですね、こっちに入れちゃって、メガネはまだこれから用意します。で、メイク道具とかはまだです。で、最後それを全部まとめてこれに入れるって感じで、もう準備はしてあります。これで忘れ物はほぼないはず。あとはスマホと洗面用具です。さあ寝ましょう。コマゴマ増えて、これで全部です。これを入れていきます。はい、これで完成です。普段こんな感じで支度をしています。参考にしていただければ幸いです。いいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。以上です。行ってきます。